本日もドラクエウォークやってまいりました。歩いた距離約 4.6 キロ、歩数は6000歩ですね。結構自転車で移動したりとか、今日は水泳教室のところで体のエクササイズもしたりとか、ドラクエウォーク以外のところでも結構動いたかなというふうに思ってるんですけど、さすがにね、ノーマルモードだったりとか、今はドラクエ3のリメイクですかねが発表されたんで、ドラクエ3のリメイクの作品のイベントがあるんで、ちょっとね、そっちのイベントの方もちょこちょこやっていってるんで、まあ、立ち入り歩くだけじゃなくて、やっぱ目標物があったりすると、あ、次あっちまで行ったろうかなとか、あっちまで次もこう行ったろうかみたいな、なんかこのあそこの電柱まで走って、でまた過ぎたらあそこまでみたいな感じで、結構あっちゃこっちゃ行ったりできるかなというふうに思ってるんで、本当にですね、このウォーキングアプリと、自分の運動を連動させるっていうのはとても相性がいいのかなというふうに思ってますんで、まあ、ポケモン GO でも、どんなね、信長の山もあったりするんですかね、どのウォーキングアプリでもいいと思いますんで、自分のね運動と運動習慣とアプリをうまく連動させると、かなりね、しっかりと運動習慣身につけて、認知症予防、フレイル予防、自律神経改善、睡眠の質向上があると思うんで、皆さんもぜひ試してみてください。
え？